今回紹介するのは、図解、眠れなくなるほど面白い、物理の話、という本です。トイレ、冷蔵庫から人工衛星、GPS まで身の回りにあるものや現象の仕組みが面白いほどよくわかる。自然、スポーツ、乗り物、光と音。 身ののりにある50の疑問を解明余計にもやもや読み物としては面白いはじめにで著者はここで想定している読者は身の回りのものや現象の仕組みに興味を持つことはあるけれど専門書にまでは手を伸ばさないという人ですそのため本文で使う数式は最小限としできるだけ平易な文章を心がけたつもりです中略 本書で取り扱ったテーマに興味や疑問を抱かれたなら、入門的な専門書へ進まれることを強くお勧めします。と述べています。確かに、数式は多くはない。文章も平です。読み物として、雑学としては楽しい本です。コンテンツごとまとまっているので、ちょいちょい読むに良いです。が、私にはちょっと期待外れ。この本で、 物理の原理原則がわかるのかなと思いましたがそういったことはあまり記載されていませんでした文章ではあっても図になっていないのでイメージしにくいまた文章中に太字部分が多々ありますどういった部分を太字にしているのか意図がわかりにくく読んでいる時の邪魔になってしまったのも確か私自身著者が言う 本書で取り扱ったテーマに興味や疑問を抱かれたなら入門的な専門書へ進まれることを強くお勧めしますにはまっているのかもしれません。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。